い、はい、じゃあお預かりしていきます。おはようございます。4月29日土曜日、現在の時刻が12時24分です。オイル交換を終わらせて12時ちょうどにオンライン、12時5分ぐらいですかね、なってくれたのがマクドナルド船橋挟まってんさん。これが大混雑で15分以上のピック待ちで、今ピックアップ完了してこの時間という形です。12時31分マクドナルドさんの配達完了しました。さすがに調整金はつきましたが、1件配達するのに31分かかって728円、あまり美味しくはないですね。まあ、しばらく挟まってんさん手出せないかなっていう感じです。挟まってんさんはちょっと手出せない。さて時刻1時を回りました。結局先ほどのマクドナルドさん12時半に配達完了してから昼ピーク一度もならず、まあ出前館がね1件断っちゃいましたけど、それ以外何の音沙汰もないですね。我が地元土曜日であろうが昼ピークなしといったところですね。なってくれた。はい、ようやくなってくれました。1時1分です。マクドナルド船橋日大前店さんピックアップ向かいます。私しばらくで冷たい飲み物です。はい、よろしくお願いします。ピックアップ完了しました。日大前店さんは7、8分のピック待ちということで、どこのマクドナルドさんも大混雑ですね。1時17分マクドナルドさん配達完了しました。しかしならないですね。まあのんびり角を決め込んでる日なんで構いませんが、1時間1件はさすがにちょっと辛いかなっていうところですね。まあ先週土曜日都内でやってそこまでならなかった、いや千代市ならなおさらっていう感じなのかもしれないです。まあ待つだろうけど行きましょうかね。お次は結構すぐ鳴ってくれました。1時18分もう一回マクドナルド船橋日大前店さんピックマッチしに行ってきます。すみません、大変お待たせしました。こちら温かいお食事です。はい、ピックアップ完了しましてお届け向かってます。今回の日大前店さんはたった8分のピック待ちで済みました。1時33分マクドナルドさん配達完了、次は決まっておりません。1時41分です。ガスト船橋日大前店さんが呼んでくれました。なんとか1時台は3件ですね。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。1時52分、ガストさんの配達完了しまして今日初めて譲ってくれました。東京クリームうどんイオンモール八千代緑ヶ丘店さんということで、ポポラマーマさんですね、ピックアップ向かいます。ネットカルボナーラうどんです。はい、そうです。はい、お願いします。はい、お預かりします。2時21分東京クリームうどんさんの配達完了しまして譲らずです。さあ全くならなくてワクワクしてきますが、2時44分久しぶりになってくれました。出前館で某牛丼チェーン店さんピックアップ向かいます。預かりしていきます。はい、お願いします。失礼します。ピックアップ完了しまして、お届けが坪井西方面。まあ全然ならないんですけど、この配達終わるとちょうど3時、一回休憩ですかね。はい、1時間半ほど休憩させていただいて再開しております。時刻は4時半回ったところですね。再開後一発目は出前館、某ちっちゃく泊まるコンビニエンスストアに呼ばれております。行ってきます。こんにちは、出前館です。
ピックアップ完了しまして、お届けが百合の木台方面です。ちなみに今日のお昼ご飯、船橋日大前アーバンブリーズさんのグリルチキンのプレート、お値段はすりこ約5回分です。お食事代とかの表現にね、すりこかける何個分、何回分という表現よく使ってるんですけど、来月5月29日以降、すりこ以下の料金出てくる可能性高いんでね、表現の方法変えなきゃいけないですね。いくらぐらいが出てくるんですかね。200円ちょうどってことはない気がするんですけども、250円ぐらいはありえるかもしれないですね。なんかインボイスの負担分、消費税の負担分 10% にもう 5% ぐらい乗っけて値下げしちゃえ最低料金みたいな感じで、265円とかそれぐらいの出してきそうな気はしないでもないですね。こんにちは、出前館です。ピックアップ完了しまして、お届けが高津方面です。ここまで本当になってくれてないですけれども、夜ピークもうすぐなってくれるといいんですが、特にウーバーね第一段階の暇たぎクエストまでまだあと29回残ってて、明日雨とはいえどうなのっていう感じになってきたんで、なんとかなってほしいです。さあ5時台なんとかもう1件なってくれました。ただウーバーさんはずっと鳴りを潜めておりまして、出前館です。某マクドナルドさんピックアップ向かいます。袋2つですね、こちらの冷たいのと、ちょっとお願いします。お預かりします。ピックアップ完了しまして、お届けの大和田神殿方面に向かっております。しかしウーバーさんが全然鳴らなくてね、これで1ヶ月後1件250円とかになっちゃったらさすがにやれないですね。なんとかしてほしいところ。配達完了して1、2分でなってくれました。お次も出前館、6時台1軒目某寿司チェーン店さんです。ウーバー、ご注文内容を確認させていただきます。はい、はい、こちらになります。はい、お預かりします。ピックアップ完了しまして、お届け先が緑ヶ丘西方面です。で、出前館がね、順調に、順調でもないけどなってくれてる中で、ウーバーさんがかなりお静か。で、残りの暇たぎクエスト第1段階目までもうそれ以上狙わないけど、残り29回、さあどうしよう。はい、出前館配達完了しまして、トラブルで15分ぐらい余計に使いましたかね。戸建てのお客様でですね、該当する住所に着いたところ、同じ表札の家がないと。で、電話3回かけても出ていただけない、留守電には繋がらない、拠点に電話しても役に立たないという形になりまして、はい、なんか表札違くてもいいからその家ピンポン押せみたいなね、はい、なんかそれいいのみたいな感じの指示をいただきましたが、結局最終的に電話出ていただけまして、違う表札ですと。で、お客様曰くちゃんとメモに書いてありますって言うんですけど、どこ見てもメモに書いてなかったんですよね。まあ終わった話なんでしょうがないんですが、ただちょっとねメンタル的に削られてしまったんで、出前館のやる気をなくしてしまい、今 Uber オンリーに切り替えました。まあどの道ね、ちょっと29件 Uber 残ってるのはきついっていうのもありますので、ここから少し我慢、ならなくても我慢して夜ピーク Uber やってみたいと思います。これはいけねえ。さて、すこぶるなりが悪いウーバーさん、一件やっとなってくれましたが、百合の木台から島田台行きの9キロ案件で800円台。値段もさることながら島田台行っちゃうとね、多分山田うどんさんぐらいしか呼んでくれるお店なくなっちゃうんで、さすがにお断り。ただその後また5分ぐらい何にもなってくれてないですね。夜ピークというかもうすぐ7時なんですけど、
やーどうなるんだろうこれ、6時台1件で終わっちゃうからね、前館の。7時ちょうどなってくれました。マクドナルドイオンモール八千代緑が丘店さんです。ピックアップ向かいます。すいません、お願いします。お預かりします。お疲れ様です。ピックアップ完了してお届けが緑が丘方面。この配達完了すると残りの暇とリクエスト第1段階まで28回。明日は雨の日曜日、十分可能な数字には思えますが、今日のなりだとねちょっと怖い部分もあって、先週39回日曜日配達してますが、雨でもなかったとはいえ都内、明日は雨とはいえならない地元、もうちょっとやっぱ削りたいですよね。せめて20回台前半ぐらいまでは持っていきたい。7時17分配達完了しまして、ジュズラズ厳しい。わずかですけど雨がぱらついてまいりました。7時20分、スターバックスイオンモール八千代緑が丘店さんが呼んでくれました。たったの3分待ちで済んだ、ありがとうございます。行ってきます。こんばんは、ウーバーです。はい、じゃあお預かりしていきます。32分スターバックスさんの配達完了しまして、遅ればせながらウーバーさんがやる気出してくれ始めました。ジュズってくれてます。とんかつの脇地八千代緑が丘店さん行ってきます。こちらです。はい、すいません、お願いします。お預かりします。とんかつの脇地さん、つまり目利きの銀次さんですね。ピック待ち7、8分発生しました。かなりお店の中混雑しておりまして満席状態でした。まあね、居酒屋さんがあれだけ混む、それはそれね素晴らしいことなんだけど、フードデリバリーの注文そりゃ減るよねっていう感じで、ただまあコロナ禍よりはいいです、楽しく飲めた方が。はい、7時48分とんかつの秋一さんの配達完了しまして、ジュズラズと。はい、まもなくならなくなる八千代の8時です。まだ7時台ということでなってくれました。7時54分ナルトキッチン八千代緑が丘店さん行ってきます。こんばんは、ウーバーで来てます。3個入りのタルタルランチ弁当の大盛りと、はい、バナナですね。はい、バナナがちょっと割れ物。はい、わかりました。はい、じゃあお預かりしていきます。8時7分ナルトキッチンさんの配達完了しました。次は決まってないです、もうちょっと頑張ろう、お願いウーバーさん。さあまだ終わりません。マクドナルド船橋の一台前店さん呼んでくれました。8時13分です、行ってきます。こちら一つのお出しになります。よろしくお願いします。8時29分マクドナルドさん配達完了しまして、もう一回呼んでくれました。同じマクドナルド船橋の一台前店さん、行ってきます。こんばんは、ウーバーです。はい、ごめんなさい、7719ですね。はい、ありがとうございました、失礼します。8時39分マクドナルドさん配達完了しました。で、昨日に引き続き今のお客様ピンコード案件出現ということで最近流行ってるんですかね。で、もう間もなく9時になるということで、まあ20分ありますけど9時に近いということで、出前館もオンラインにしてダブルで依頼を待ってみます。で、ちなみに今の配達でようやく今日の売り上げ1万円に到達です。まあ12時スタートで途中1時間半休んでますからね、かかった時間が7時間9分、うん、祭日祝日土曜日とは思えない渋さ。
てダブルオンラインにすると先になってくれるのは出前館なんですよね。まあありがたいっちゃありがたいんですけど、もうすぐ9時になる時間帯ですから。というわけで某弁当チェーン店さん呼んでくれましたのでピックアップ向かいたいと思います。こんばんは。はい、出前館です。はい、某弁当屋さんピックアップ完了しました。お届け先が高根台方面です。行ってきます。配達完了しまして9時を回っております。で、雨がパラついてきておりまして、天気予報も間もなく雨が降ると。さあどうしましょうかね。今日からレインウェア扱うべきか、明日の朝からにするべきか。うん、やっぱ濡れネズミになるのは明日の朝からでいいような気がします。ということで今日の稼働はここで終了します。というわけで今日の結果発表を簡単にやってきます。結構雨強くなってきた。出前館が6件で約4600円、 Uber Eats 11回少な6589円ということで11189円、まあ11200円ぐらいですね。うーん、全然ならなかった。オンライン時間が休憩時間を引くと7時間40分、まあこれはこれで少ないんですけどね。7時間40分で17回、祝日だよねっていうね。まあゴールデンウィークこんなもんでしたっけ。ちょっと去年のことよく覚えてないんですけれども、明日日曜日で、まあ一応ゴールデンウィーク雨ということなんで、まあ残り23回で日またぎクエスト第1段階到達で1万円ということで、ここを目標にしていきたいです。まあ夜勤があるんでね、あんまり夜遅くまでやりたくないので、早めにスタートしてパッと終わらせられればラッキー。うん、頑張れるんだったらもっと続けちゃうみたいな、そんなノリかもしれないです。それではおやすみなさい。おやすみ、まだ寝ないかな。また明日。